こんにちは、マシです。ご視聴ありがとうございます。本日もやってまいりました、琵琶湖ガサガサ探検機。大連の時期が終わってやっと水がね少しだけクリアになってきました。まあまだね本調子とはいかないんですけれども、やっとねガサガサできそうですね。ということで今回やってきましたのは亀の調査地点 A でございます。2、3ヶ月ぶりぐらいかな。早速ねたくさん亀を捕まえていきたいと思います。早速やっていきましょう。よいしょ、どうでしょう。おお、でっか、でかいスジエビ、たくさんエビが入っております。エビもいるし、よく見たらちっこいザリガニもいる。前回冬来ましたけど、こんな大きいエビは取れなかったですね。最近見ない間にエビもしっかり成長してますね。あ、いるじゃん。おい、ミシシッピびっくりしてやんのお互いびっくり。ミシシッピアカミガメのメス、大きい個体だね。あら、赤い耳、あったあった、赤い耳、赤い耳。あー、濁ってる時でも分かりやすい赤耳ミシシッピ2匹目。おー、めちゃくちゃ元気いいなこいつあのこいつ半端ねえ、噛み癖すげえぞこいつ。いい攻撃だ、いい噛み方する。うわー、こいつ凶暴だな。草髪は噛まないけど、このミシシッピ赤耳髪だけはねめちゃくちゃこんな感じで噛みます。まあこいつは特に凶暴だけどねすごいな、はい、気をつけてください真っ赤っか、赤いね、真っ赤っかなザリガニちゃんゲット。よいしょ、魚がすげー泳いでる。取れるかな。お、取れた取れた取れた。うわー、すげー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 。タモロコ2匹入りました。タモロコだ、さっきからいっぱい泳いでんだよね。バシャーンって落としたぞ。どこ逃げるだろう。でも逃げるのはこっちだと思うんだよな。こっちにはいない。お、入った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 ここの正面でバシャンって落としたから、多分カメ逃げただろうなと思って、逃げる方向に予測して網を置いてた。入ってたわ。オッケー、メスばっか取れんね。こいつも多分お腹の中もう卵ないね。人間界では少子高齢化なんて言ってるけど、君たちは本当にお構いなしだね。おー、早い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 けど早いけど早いけどさ、頑張った頑張った頑張った方だよお前は俺には追いつけない、さすがに人間には勝てない。メスばっかだなマジで。ちょっと待って、今のところ4匹全部メス。ミシシッピアカミインガメ、え、どうしたん。メスばっかなの怖すぎでしょ。オスどこ行ったん。おい、スミットに隠れてないで出ておいでよ。うおい、逃げる、よく逃げるよく逃げるけど、またメスだまたメスだまたメスだ。マジでなんでこんなメスばっかなの。取れろ取れろ、ここは悪くないんじゃないか。なんか取るともおかしくない。おお、ミシシッピー、こいつメスだちっこいやつですらメスなのか。流されてってるまたメスだまたメスだこれはさ、はいはい、来たんじゃう来たんじゃう、ついに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 、おー、オスオス来た、ついにオス来たよ。やっといました、オス。爪が長いんですよね、爪がね。君どっち。あ、え、あ、オスだ、オス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 、オス2匹目、オス2匹目。あどこへ行こうというのかね。あそっちは俺の網の方だぞ。入ってきおったわ。なんでなんだろう、ここに来てオス3連ちゃんなんだけど。ちょっと小さめのメス、オスでございますわ。メス、メスですね。オス、オスですね。メス、個体、オス、オスとメスですね。メス、メスです。メス、メス、さらにメス、メス。めちゃくちゃ早い、こいつ。すげえ速えぞ。よいしょ。だが速さが足りない。あ、あんなところにもいるじゃねえか。君は遅えな、君は遅え、速さが足りない。おっと、お前も速いな。お前速いけど速さが足りない。ほらほら、逃げろ逃げろ余裕かましちゃってましたか。滋賀県にはね僕がいるんですよ。滋賀県のカメはね油断しちゃダメですよ。うわー、ちょ待って、でっかでっかでっか。うわー、バケモン来たー。うわー、こいつやべえわ。ちょ、マッチーの、あー、やばい、あ、やばいやばいかもしれないこれ。あ、やばい、このでかさはやばい。あ、やばいわこれ。クサガメさ一匹もいねえと思ったら、やべえの出てきた。大頭クサガメだこれ。え、マジでこのでかさやば。クサガメ1匹も出ねえと思ったら1匹に合体して現れたキングスライムかよ。
はい、ということで戻ってまいりました。今回こちらゴミ拾い一袋分ですね、やってまいりました。そして紙の数紹介していきましょう。こちらです。はい、半端ない。今回ね40匹捕まえることができました。今回ねメスが多い場所、オスが多い場所とあったんですけれども、結局総合して比率で見るとメスが26匹、オスが14匹ということでね、まあ、とにかくメスめちゃくちゃ多かったですね。さあそしてクサガメの方もですね、こちら9匹になります。まあミシシッピが40に対してクサガメ9っていうのはかなり少ないですけどね、まあ、おそらくね冬眠の時にクサガメめちゃくちゃな数取ったからだいぶ少なくなったんだろうとは思いますけどもね。比率で言うとこんな感じですね、はい。まあ、そして石亀がいないっていうね、まあ、それが一番有識問題なんですけれども、ただですね僕今回ですね、まあ、こんだけ亀取っておいて言っとくのもあれなんですけど、亀の量ね多分ねだいぶ減ってます。今回初めて僕下流から上流まで1日で1回で行けたんですよ。今まではね下流だったら下流の部分だけでもこれぐらいの数取って、もう上流中流なんて行けるはずもなかろうっていうところだったんですが、今回に限ってはもう下流から中流上流全域でこの亀の数取ってるんですよね。まあそれまでが異常に多かったのがこれでもねかなり減ってると思います。動画見ててもね伝わらないとは思うんですけどね、これからのね同じ定点調査の場所でもだいぶ亀の数これから減ってくんじゃないかなって予想してます。さあそしてこの子ね、でっかいねこの大頭クサガメね、ちょっと測ってみましょうか。 26.5 ぐらいかなの好調になります。これ多分家で飼ってるやつで一番でかいんじゃないでしょうか。今回捕まえたのはこの子で、この2匹はね以前捕まえた個体ですけれども、甲羅の長さここねまあほぼ同じなんだよね。この子がね意外とね細長いんだけど、ただね体格体高この甲羅全体の大きさで見るとねやっぱりこの子が一番でかいわ、この大頭クサガメ。今回ね過去最高の個体をね捕まえることができました。こちらはね飼育の方していこうと思います。やっぱりねザリガニの楽園とかもそうでしたけども、やっぱり1年ぐらいずっと続けないと分かんないんですよね。いろんな地域でねこういうミシシッピアカミニガメ大量にいると思います。いくら取っても取っても増えるし数減らないって思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけどね、1本の蚊はね1人の生物系 YouTuber がですね亀取りまくることによって1年でですね亀の数だいぶ減りました。ちゃんとね環境はね変わるんですよ。ザリガニが増える可能性もあるとは思うんですけども、ザリガニに関しては他にもナマズですとかコイだとか、まあ、石亀等もね確認しておりますので、ある程度ねあと鳥とかもねある程度ね数を抑制する生き物っていうのはいるんですが、ミシシッピアカミミガメこの大きいこの個体に関してはですね抑制を誰かがしないとですね永遠に増え続けてしまうんですよ。ミシシッピアカミミガメの天敵は人間しかいません。ぜひこういった生態系に興味がある方、自分の地域地元でねやってみてください。こんな感じでね生物生態系の保全をしながら、こちらゴミ拾いの方もさせていただいております。一人の人間がね関わることでね環境って変えれるんですよっていうことをね証明したくてこの動画作っております。もしよければねチャンネル登録高評価と押していただいてですね、今後もこの顔がどうなっていくのかっていうのをね僕と一緒に見届けていただければと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。